こんにちは、高橋です。お元気ですか？おかげさまで私は元気です。ですね、今日は昨日今日明日っていう多分、でこの動画を配信するのはまあ、金曜日になるのかな。動画をまとめて作っているんですけども、非常にですね、ウクレレ1台でオーケストラのような表現ができますよっていう話がですね、割と新鮮というか好評なのか、ちょっとそんな話をしてて、最初はですね、ピッキング、一発のピッキングで1本の弦だけじゃなくて2本3本4本っていう、このボリューム感と左手でコードを常に押さえてることで、これでハーモニーがちゃんと出るので、これまあ、ハイダ先生がシンフォニックソロっていうのをね、提唱されてたんですけど、そのウクレレの伝統的な技術で、森先生が本当にね、クラシックの、まあ、作曲技法とか、アレンジとかを、芥川泰先生に習ってますからね、ほんまもんの、要は、軽音楽と、クラシックをウクレレで融合させてる音楽を、まあ、僕も勉強させていただいて、それで自分も今アレンジしてね、今の星願いをなんか私アレンジして生徒さんに上手くなってもらうためにね、アレンジしたんですけど、ここで出てくる話ですね、昨日の星条旗を永遠なれば、まあ設計って話をしたんですね。ここで1本2本3本4本って弾きますとか、それをどの指で弾きますとかってね、人差し指だけじゃなくて親指のコンビネーションとかね、で、まあ、オーケストラでジャーンってこう全部楽器入るところはこういうストロークにしてとかね、まあいろいろ
あるんですけど、今日はですね、レガートという話をしようかなと思って、まあ、おしん願いを。もうレガートってイタリア語ですよね。うん、レガートなんか優しく滑らかに弾くね。もうこの奏法とか、まあこの弦がウォーンみたいな感じで、この要はた叩くてか、ウクレレのピッキングってバンバン叩きたいっていう奏法の他に、森先生がこれ作ったんですね。セミの夏、なんであんなセミってちっちゃいのにあんなでかい音で鳴くのっていうので、そっからこの森レガートなのか中指の M レガートなのかどっちなんだ、森レガートですかね、こういう奏法を作られて、本当生徒さんもですね、セミみたいだって言ってたけど、やっぱよくそういうの伝わるんですね。その説明僕多分してないんですけど、森先生はセミのうるささからこういう奏法を考案されて、で、まあレガートは森先生がいつも僕に説明してくださったのはピアノのレガート奏法ですよね。うん、まあ、古来のドイツ的なこう叩くピアノじゃなくって、まあ、ローマ式、ローマにはまあピアノはないだろうけど、そういう滑らかに一個乗せて次の音を少し出しつつラップする部分を残して前の指を離すって、このレガート奏が、あのフランス式っていうんですかね、そっちで豊かにこう花開いたんですが、それが今度こうロシアに行ってガチャンってこう冷戦で鉄のカーテン守られて、フランスではそれが失われたんだけど、ロシアのピアニストってその伝統を持ってるからめちゃくちゃ違うんだよって話をしてくれて、でその系統のピアノの先生にも森先生もちょっとかかなりかそこは習ってたみたいなんで、だからそういう思考回路があるんですよね。うん、これは昔カレーの CM 出てたかな、あの日本の素晴らしいピアニストの、方もその先生についてたらしいんですが、その大先生はですね、この下ネタがすごいらしくっていつもその方はもうやめてくださいみたいな感じだったらしいんですけどなんかそういう裏話をね、まあ聞かせてもらって、はっはっはって僕が、そういうことをね、一緒に話をしてくれるとレガーとかで覚えますよね。でピアノの時も2つの音がラップする時間があって前の指が離れる、つまりはですね、音が途切れないですね、ブチッと。非常にシンプルにいきましょうか。例えば C から C コードから G7 行く時にこれ一回離して押さえ直すと1弦切れちゃいますよね。ペッ、そうではなくて、例えば僕なんかはですね、生徒さん、新しい人、 C から G7、 ここスライドですね、回転させてドアノブの動きでひねってですね、 C3 弦から2弦スライドして他の2本足しましょう。まあ非常にスタートはこういうところからですね、音が切れないように、コード伴奏でも切りたいとか切ったらいいんですけど、むやみに切るとガッチャガッチャ切れちゃうんで、繋がってなくなっちゃうんですね。それまあ言い換えるとですね、書道で言うと全部楷書みたいな感じでカッチカッチカッチしてて、流れがあんまり、もっと行書とか草書だと字と字が繋がってて、こっちの方がまあよりレガートっぽいんですね、音楽的というか。まあ両方あっていいんだけども、で多くのやっぱ音楽はその流れを結構重要にするので、右手のまあこのレガート奏法ですね、これあとこれつながって切れる時間を作らないに加えて、さらに左手の運指なんですよね、これスライドしてる、離してないんです、同じ弦を同じ指で離さないで、追加、そのうちに左指が移動して中指が降りてみたいな。でまあこのフレーズが切れたら切れていいんですよ、当然。そんなところはね、切れるとこは切れていいからバッツリと離して乗せていく乗せていく乗せていく
追加して乗せていく、まあシンフォニックソロコードを押さえたままメロディー乗せていくという発想がまああのあるわけですね。こっから小指5から7にスライドするか切れないで、減らす5はもう押さえてるで、中指があの同じ弦の上、でこの追加した小指がこのままスライドして5に行く、離れないで、コード変わるけどこれ実は離さないです、ね、これスライドして G に行ってる、こういうことがですね、あの右手が今まあアポヤンドメインで右手ピッキングで弾いて、後半右手も2本使ってレガートソー、こんな風にですね、もうあの設計なんですね。ここ全部どの指運指コードも G はもうこの押さえ方とかじゃなくて、前後のあの流れでつながるように違う指に変えたり、これも3本で押さえたり2本で押さえたり、はたまた同じものじゃまあめったないですけど、小指な薬指だったり薬指中指だったりとか、そういうところ全部あの考えて作っていくわけですね、うん、はい、この流れですね、途切れさせないっていうこと、あの森先生は全てあのつながってないものはあの上等ではないですというこの脈っていう考え方を教えてくれたんですね。筆だったら筆脈ですよね、音楽だったらまあそのメロディーの流れ、うん、切るとこは切ってもいいけど、あのむやみやたらと切れるとやっぱりおかしいですよね。歌がレタソラーとかねちょっとこの例しか出ないのか、しかも低い声っていうのあるんですけど、あの非常に歌だとイメージしやすいと思います。そう、歌うように弾こうと思うと、なるべく切らずに流していくっていう操作、それは左手もそうだし右手もそうだしっていうことなんですね。それを組み合わせていくことで、本当に弦楽器、弾く弦の楽器と思われているし伴奏楽器だと思われているんだけど、ちゃんとソロが弾けて流れができて、途切れずに弾けて、オーケストラみたいですねと言われる演奏ができるようになりますので、今後もですね一緒に勉強していきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、またお会いしましょう。